なり遅れちゃったし、最悪間に合わないかもな。せっかちゃんとメリアちゃん、あのカナメくんをどうやって止めたんだろう。アンちゃんも先決くんを大怪我してたのにそのまま冥界に戻っていったし。はぁ、これからどうなるんだろう。誰かいる。あれ、もしかして。結果お姉ちゃん。ひどい怪我。出血の量もすごいし、怪我してる部分が紫色になってる。もしかして毒。いや、それより早く治さないと結果お姉ちゃんが死んじゃう。とりあえず毒を浄化しないと、それでそこから傷口を重点的に癒して。死んじゃダメだよ、結果お姉ちゃん。はぁ、はぁ、本当に死ぬかと思ったわ。よかったよ、一時は本当にどうなるかと。いやぁ、サンズの川でお父さんとお母さんが手招きしてたわ。タッチも死んでないよ。でも本当助かったよ、大川が近くを通ってくれてよかったわ。そうだよ、でも月下お姉ちゃんなら1日目からすぐに攻略すると思ってたよ。前回に来てから高速移動が使えないし、うまく能力が発動しなかったの。それに前回に来て、霊宝山に登る前に2回も式台に解放をしたから体力もかなり消耗してたし、前回と私の能力はどうも相性が悪かったわ。結果ちゃんと逆だったんだ。とりあえず今の状況を知ってる範囲で教えてちょうだい。そうだね。ということはメリアちゃんと石化は無事なら先に進んでるってことね。うん、もうまだまだしい気配はないからおそらくカナメくんの暴走は止まってると思う。だからおそらく二人は先に進んでる。オウカ、私に捕まりなさい。第二解放してすぐに頂上を目指すわ。うん、私が月下お姉ちゃんに霊力を与え続けるから疲労もそれなりに抑えられると思う。でもオウカ、私の血にでも相当な霊力を使ってるでしょう。大丈夫なの。吐けって言われたらすぐに吐けるよ。でも今はそんなこと言ってられないからね。ここまで来て無駄足で帰るなんてありえないよ。よく言ったわ。それじゃあ最後まで飛ばしていくわよ。うん。ちょ、まずすぎな。私を懐に入れさせて一発で済むと思わないことね。60発か。なぜだ、なぜ戦争6年の攻撃が通る。本気を出したら案外ありますね、月下ちゃん。それはこっちのセリフでしょ。戦闘力0のくせにとんでもなさすぎでしょ。戦闘力は1をより細かく極めれば、1でもスカスカの10億の相手くらい問題ないわ。スカスカの10億って言ったでしょう。戦闘力は数値が高ければ強いということはありません。戦闘力はあくまで能力数値。戦闘力100増やすくらいなら、1の戦闘力をより極めた方が効率がいいわ。言ってること次元が違いすぎるわよ。それにしてもいきなり無数の針が現れましたね。これでしょ。シューティングスピア、私の光を詰めた能力の武器。面白いですね。ではそのまま畳みかけましょう。なに、今の気配。もしあのまま攻撃してたら致命傷を受けていたかもしれない。勘のいいやつだ。そのまま攻撃していればお前は今頃串刺しだっただろう。俺の司る力は鋼、すべてを超越する強靭なる力。言っただろう、俺は物理攻撃や能力攻撃でどうにかなる自分を超えてしまっていると。さあ来い、これが俺の臨戦態勢だ。まずいな、隙がない。鳳凰鳳凰弾。ならその次元を超えるしかないでしょう。鳳凰鳳凰弾の弾数は8発、威力は私の現時点の戦闘力の100倍、つまり戦闘力にして1500億。これが月下ちゃんの第二解放の能力。術者の力をはるかに超えた究極の鋼弾。本来術者以上の威力を持つ術は使用できない。確かに方法はある、けど威力が高ければ高いほど制御は難しい。月下ちゃん、あなたはそれを容易に制御できる力を持つのですね。くらえ。相手は150億に対してこっちは1500億の鋼弾。あなたの次元を超えたわよ。確かにすごい破壊力だ。生身ならすぐに死んでいただろう。だが俺は鋼の肉体、お前の熱など他愛もない。月下ちゃん、うん、ごめん、もろに入った。鋼の肉体になったらさすがに私の攻撃も通らない。武器の類も同じでしょうね。自分って物理能力は通用しないって言ってるだけのことはあるわ。よく避けた。だがもう遊びは終わりだ。月下ちゃん、さっきの技あと何発打てますか。あと7発。私の上の光水晶の数が段数になってるの。
それを全部使い切るまで相手に打ち続けなさい。どうするつもり？鋼なら熱を与え続ければ内側にダメージがいくはずです。確証はありませんか？一発程度じゃ時間が短いということね。熱で柔らかくなった鋼に私の一撃を入れる。これは相手の性質次第の賭けね。わかった、次々行くから相手の足止めよろしくね。何をこそこそ話していたか知らんか。無駄なことだ。やってみないとわからないでしょう。さすがに痛いですね。無駄だと言っただろ。さあ、このまま串刺しになれ。それでかわしたと思うなよ。さて、どうするか。今デリカちゃんが砲弾を放っても塞がれてしまう。なるほど、盲点でしたよ。そこは鋼ではないですね。さっきのぶつかりますよ。今から動き止めるから準備して。返事する間もなかった。心に入るのがうまいが物理は不完。なら証明してごらん。もう狙うつもりか。だがねも鋼、無意味だ。目が生身ならよし、そうではなくてもよし。狙いは視界を奪うこと。なんだ、狙ってきたと思ったら消えた。鋼か。根も鋼でしたか、残念です。まあいいでしょう、どっちにしろこれで視界は奪いましたし。それにその鋼かが溶けた時どんな反応するか楽しみですしね。クソアマ、光の豪華に焼かれろ、虫。嫌がれ。そう、追いかける前にこの目に入った遺物を取り除くのが先だ。この気配、今だこんなもの、効かないか何と言えば。まだまだ。いつまで続くんだこの鋼弾は。なんだ、体が熱く。よし、光が弱まってきたな。どう、炙られた気分は。ふざけやがって。これでとどめだ。毒虫副大将を舐めるなよ。デリカちゃん、ちょっと足りましたよ。鳳凰弾撃。こんな、この俺が無敵だったはずの鋼が。おーのそのまま貫きましたか。よかった、私の考え以上に熱で柔らかくなってたみたいですね。メリアちゃん、うまくいった？はい、期待以上の結果でした。まさか月下ちゃんにあそこまでの隠し玉があるとは思ってなかったですよ。今もう全然力でないからあの程度だったけど、使い物になってよかったよ。はあ、疲れたー。霊力もすっからかんだし、もう何も出てこないやー。私も、あそこまでスリルのある戦闘は久しぶりでした。結局メリアちゃん無傷だし、実力の差を見せつけられちゃった気分だよ。でも勝てたのは月下ちゃんのおかげですよ。私だけだと、鋼か、の段階で積んでいました。私、成長した、メリアちゃん。はい、まだまだ未熟者ですが、2年前よりはるかに強くなりました。戦闘力だけではなく、技術も、精神も。そっか、ならよかったよ。あとは雪花ちゃんに任せるしかないですね。大丈夫、雪花の元にオウカを連れて行ったから。ということは今頂上には雪花ちゃんとオウカちゃんの2人が行っているんですね。よかった。けどこの先にいるのはあの雲男。気をつけてね、2人とも。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。